はい、9月21日になりました。今年もですね、あと3ヶ月ぐらいしかもうこの相場解説できませんよね。で、昨年の今頃ってのは FX の基礎講座の販売をしたと思います。あそこで基礎をしっかりと押さえていただいた方、そして場合によってはですね、中級編の方でテクニカルをマスターしていただいた方、今年はかなりね、相場が見やすくなったんじゃないかなと思います。基本的には相場ってのは右肩上がりトレンド、右肩下がりトレンド、そしてレンジというね、横ばいトレンド、この3つしかありませんからね。で、早めにどれなのかってことに気づいて、それに合わせた対応策を取るのが相場解説になってます。日々それの繰り返しなんですよね。だからそう言ってみると、途中から単純作業になってきますので、あとはもう資金と度胸の勝負ってことになってきます。なるべく早くね、この基礎的なことをしっかりと抑えて、資金と度胸の勝負の毎日になるといいですよね。それではね、今日も相場解説していきます。どうぞ。はい、日足を見ると、本当に綺麗にレンジができていることに気づくんじゃないかなと思います。レンジの幅はね、いろんな見方があるんですけども、そうですね。一番最初に引いたのはこんな感じだったと思います。まあ、始まりなんでね、ざっくりとしかわからなかったんですよ。なんせ、この辺で決めないといけないですからね。それをずーっと横にずらしていって、だんだんフォーカスできていって、最初はこんなこと言いましたね。広がりながらのレンジじゃないかな。そして閉じていったんじゃないかなと。で、その後で押さえていくのが、落ち着いていくのが、だいたいこの辺で取れてみたと思うんですよ。こんな感じですよね。うん。まあちょっとね、今思えばこうしとけばよかったかなっていうところもありますけども、大筋ではね、こんな感じでしょ。最初はまだ上下のボラティリがありますんで、大きいわけなんですよ。ちょっと赤でいきましょうか。最初はボラティリティが上下にありますんで大きいんですよ。だんだん収束していく。収束って言葉は何度も言いましたけども、だんだん絞られていくんですよね。で、最終的にはこういうふうに細くなることもあります。その後に黒でいきます。ブレイクをどっちかにするってことですよね。で、いつブレイクするかってのは、例えば内側のこの箱を見ていく。もしくは外側のこの箱を見ていくってことになりますけどね。まあ、今回、綺麗に上がった分だけ落ちましたよね、ここね。じゃ、それを4時間で詳しく見ていきます。まあ、綺麗にはまってますよね。一つ目のレンジなんですけども、ここで1個捉えていたところですね。だからここを割ったら大きく下にブレイクする。で、上の方にここでブレイクする。ブレイクしなかったですけどね。そして今度、ここを割ったからまた下にブレイクするってことで、エントリーポイントは何点が設けられたんじゃないかなっていうのが一つ。もう一つはですね、内側についてです。内側について、この下のラインに当たっていたら、バイをかければいいし、上に当たっていたらセルをかければいい。まあ、ここはね、ロスカットになっちゃいましたけどね。でも改めて、ここに当たってセルで、よかったわけでしょ？セル。で、下のここに当たったから倍で、がっぽり取れたわけでしょ？ここ、うん。で、ここも同じですよね。で、ここも同じですよね。ここも同じですよね。結局こうやって見たら、4対6どころか7対3以上で、エントリーが、利益確定に結びついてるわけですよ。ロスカットってのはそもそもロスカットライン、リスクリワード 3.1 で引いてますから、3.1 ってのはエントリーしたところがここだとしたらね、ロスカットラインがここで、この辺に利確ラインを引いてるってことなんですよ。この感覚が1に対して3だよねっていうのがロスカットのそのリスクレード 3.1 って考え方ですよ。だから負けるときはちょっとで勝つときは大きいということが今回この相場で言えたんじゃないかなと思います。そして継続して下の方に行ってますけども、この伸び幅ってのはここと、ちょっと1時間でやりますけども、ここと同じなんですよね。1時間見ましょうか。で、だんだん見えてきたでしょ？まあ、ここには至らなかったけども、だけども、ゾーンの上底でね、上でバカーンと当たってね、ダブルトップを引いて、大きく下に沈んでいった。で、今度はここですよ。ね、まさに、ダブルボトム、ダブルトップで来てるわけですよ。これ N 字を書いて、2回書いて下の方に行ってですね、ダブルボトムで急上昇、N を書いて、さらに上がって、レジサポラインで下がったけども、ダブルトップを変えて、N を書きながら急降下。ね。N を書きながら急降下。ほんと全部、基礎的な公式が全部詰まったようなね、上下相場ですよね。しかも、大きく見ると、レンジを形成しつつです。110円の120円から、109円の185ぐらいまで。いや、この大きな幅は取れましたね。まあ、ですんで、今回はですね、どの辺かな、
109円の185あたりまで落ちたら、もしくはその辺まで、そのね、界隈まで行ったら100円の240も295もそれに当たりますけど、この辺に触れたら今度はね、バイを検討すればいいんじゃないですか。で、バイの方に行ったんだけども、ロスカット食らって下に行くようだったら、そうですね、109円の130あたりで今度はセルに向かっていくというリストバラインがあそこありますからね。明確に戦略が引きやすいところまで来ました。先週に引き続いて今週も大きな利益取れると思いますけども、いかがでしょうか？基礎は抑えてますか？昨年やった基礎講座、どうですか？ね。今日もお問い合わせがね、基礎講座の方ありましたんで返信しましたけども、基礎を抑えたら、本当にあとはね、単純作業で度胸と資金の勝負になってきますんで、もうテクニカルとかね、いわゆる基礎用語とか、そんなことはあんまりね、気にしなくなりますね。この時はこのパターン使えばいいじゃん。この時はこのパターン使えばいいじゃんの繰り返しになってきますんで、いかにね、基礎用語を頭に入れて、4つの、あれですよね、テクニカル理論を頭に入れて引き出していくかってことになります。そもそも多くの方は引き出すべき引き出しを作ってないんで、本当になんか感覚値で上がるはずとか、下がるかもね、ぐらいになっちゃうんですよ。まあ、頑張っていきましょう。それで。こんにちは。速稼塾の久保です。今日はですね、9月22日。水曜日ですね。夕方になりまして、今、夕方ってことでもないね、午後のひとときですね、14時19分なんですけども、ドル円の相場の方が動いております。私は108円台の方に向かっていくというふうに、前回の動画でお伝えしたんですけども、いい感じですね、上昇してるんですよ。で、ここからどのように考えて、108円に向かうかどうかってことを、決めればいいかっていうのを、動画をね、切り替えてお話していきます。じゃあ、1時間軸だけこちらをどうぞ。はい。これが、9月22日14時20分のドル円のチャートになってますね。まず固めていただきたいのは、このあたりで、まあゾーンがあるかなっていうふうに思えるところです。ちょっとアバウトですけどもね。で、一旦ダブルボトムをつけた後、N を書きながらね、ぐいぐいぐいっと上昇していくわけですよ。ね、これ、今までもよく出てたと思いますけども。で、今度はダブルトップを書いて、N を書いて下の方に進んでいきましたよね。で、まあ、バウンドして下の方に行くときに、まあ、このまま素直に108円台に入ってくれれば一番簡単なんですけども、一旦上にね、振りをつけて、その後で大きな力で一気に108円台に入るってシナリオを書いてます。それをどのようにね、判断すればいいかっていうのは、もうここなんですよ。お分かりの方もいるでしょう。ここ力点がありますよね。109円の635、切り板でいきますけども、ここにぶつかる前に下に行った場合は108円に行くと思ってセルをかけていきます。でもここにぶつかった場合は、反転しないってことを確認したら、これはね、突き抜けて上の方に行く可能性があります。で、おそらくレンジを書いていきますね、その時は。ダブルボトムとダブルトップに挟まれたレンジを書きますね、これは。その時はレンジの判断になります。よろしいですかね。でも、この辺りで下に向かった時は108円に行くよというふうに私は判断しています。うん。はい、というふうに私はね、相場を見ていますけども、皆様いかがでしょうか？それでは、一旦失礼します。はい、こんにちは。今日はね、9月22日です。なんかね、レンジ戦略を取ったその刹那、下の方に抜けていくんではないかなという動きが見えましたので、今日はそのことをお話ししていきますね。それでは画面を切り替えていきましょう。これがデイリーなんですけども、レンジを引いたんですよね。この辺に。まあ、ザクッといきますよ。こういう風に引いたんですけども、いや、実はね、ちょっとこれ飛び出してきてるんではないかなってところがあるんですよ。正確には4時間、1時間で見ていくんですけども、場合によってはね、レンジの幅を元通りにこのぐらいに拡充して見ていってもいいかなと思うんですよ。それを今日はしっかりと考えていこうと思います。時間今ね0時45分なんで、9月22日といってもあとね、やっぱこう5、6時間は様子を見ることができますんで、1時間足にしてみてね、ロウソク足5、6本追加された時にどういう動きになってるかってことを考えていこうと思います。ただ収束したはずの移動平均線は下の方に広がってきてますから、これを見るとね、やっぱり下落の方に向かうんじゃないかなと。109円、108円方面に行くんじゃないかなって気もしますね。今週中に108円状態になるかもしれませんね。今はそういう思いがかなり強いです。まあ全体的に見ても、
ここを頂点にして下の方にね流れていく形になってもおかしくないですからね。ね、上下上下と言ってるわけですよね、こうやってね。で、ここら辺まで下がることも見えてってますから。で、4時間の方ですね。4時間。はい。1個目のこちらのゾーンはもうとっくに割り込んでですね。ここですらもう、下回っていって、ほら、ここもね、もう割りそうでしょ。で、高値は切り下がる一方でございます。安値高値ね。セルの方かな。で、1時間を見てまとめていきます。だからこう、ドーンと上がった分だけ下がるよってことを話して、通常よくあるレンジだったら、これが上がってね、で、N を書くなりなんなりして、またここまで戻るっていうのを何回か繰り返してから、ブレイクを警戒するっていう流れになりますけども、今回は早速ですね、もう、ブレイクするようなしないような感じですよね。今ね、ちょうど、その、ギリギリの瀬戸際のところなんですよ。私はこれね、下に抜けるんじゃないかなと思いますよね、早めに。移動平均線の勢いも、一旦クッとね、上について、これなんですよ。この小さな山を作った時って、下に大きく N を書いて抜けることが、多いんですよね。108円の時代が来るかもしれません。ということで、今週はレンジが早速破れて、下落の方向に向かいそうだなってとこですよね。今、いろんな金融商品が値を下げてますけども、FX のドル円に関しましては、今ね、チャート上ドル円の図は下がってますけども、別にこれ円ドルから見たら上がりになりますからね。だからその辺はちょっと、状況が違うところかなっていうところです。まあだから、ドルが、なんていうのかな、買い戻されるのか、円が買い戻されるのかっていう、その圧力の差はね、他の金融商品と連動するところがあると思いますけども、これ考えたらキリがないんでね、あくまでテクニカルだけで見ていきましょう。ファンダメンタルとか他の金融商品の様子は、やっぱ私たちの場合はね、もう諦めて、余裕あるんですけども、そこまでやっていったらとてもじゃないけども、時間に合わないんでね、完全に FX のドル円のチャート上の値動き、フォーメーション、こういったものでテクニカルを作っていきましょう。そこはもうね、いつもそうやっていきましょう。他の要因とかファンダメンタルとか入れ始めたらテクニカルの勉強がやっぱり途中で壊れちゃいますんでね。ご用心でございます。それでは。はい、久保です。ただいまね、深夜3時45分なんですけども、ドル円に急速な動きがありましたので、このレポートをさせていただきます。私は108円方位に向かうために、昨日ね、夕方、その基準を設けた動画を出しましたけども、今回ですね、ネックラインを超えて、ぐーっと急上昇しております。急上昇しております。その辺の動画はね、見ながら解説していきますので、こちらをご覧ください。ネックラインが引かれているのがわかるかなっていうところなんですけども、ここなんですよね。ここをブレイクしてるんですよ。あのね、逆ヘッド&ショルダーができるんじゃないかなってちょっとぼんやり思いながら見ていたんですけども、ヘッド&ショルダーはできてないんですけども、でも、まあよくわかりやすいね、このネックラインが並んでいるところに、まあブレイクして急騰ということが起きておりますね。まあ15ピップスぐらいは今継続して伸びているところです。今ね、109円の80に入りました。まあ順調な利益を積んでますね。私はですね、ここから跳ね返って下に行くようならセルというふうに考えていたんですけども、108円台の方に向かいますからね。ここを抜けたら大きく上に向かう。それが実現したという形になります。それではですね、引き続きこのあたりまで、俺ダブルトップって言ったでしょ。ダブルトップのあるここ。ここまでは現在のこの高値、このチャートバーが伸びることを私は考えてますので、まだまだ利益伸ばしていこうかと思います。すでにゼロライン設定しましたんで、もう、ロスカットはありません。どう転んでも利益です。今ね、15ピップス以上取れてますんで、悪くても10ピップス。良ければ、この110円の035付近までいけるんじゃないかなと思いますね。これはかなりの利益になりますよ。それではね、また、朝の解説までお待ちください。というか、いや、もう言うことないですね。今お話した通りです。
本日の解説は以上で返させていただきます。それでは失礼します。9月24日です。さあ利益がどん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 出ていますね。昨日もね、大利益という放送をしたんですけども、あれからぐん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 上に上がったでしょ。で、このダブルトップのレジサプラインを超えるかなっていう線も引いたんですけども、そこも超えましたよね。もうね、利益の出っ放しで、こんなボーナスステージじゃないかなっていうところでございます。いや、本当にね、何日も前から、この108円の方に行くんじゃないか、それとも110円の方に行くんじゃないか、まあ、レンジですからね、どっちにブレイクするのかっていうことだけだったんですけども、まあ、決断してからは早かったですね。まあ、この2日間、昨日、それから今日ですか、爆利益、こちらの方がね、これほどまで気持ちよく出た。のはね、まあ、なかなかないかなと思います。後追いで入った方も多分利益をどんどん出してると思いますよ。じゃあ画面切り替えてデイリーから説明していきます。どうぞ。デイリーなんですけども、いろいろとね、レンジのラインを引きましたけども、結局はこういう風な枠の中に収まってですね、まあ、紆余曲折ありました。広がりつつ、今度は縮んで、そして横ばいに入ったところで、こういう風なレンジがあったわけなんですけども、この2日間で取れた伸び幅っていうのは最大限でしたね。最大値。すごい利益になりましたよ、これは。で、このね、レンジの中でも、こういう風なブレイクなんですよ。細いレンジの間をブレイクして、ちょっと待って、次のフェーズのレンジに入るということなんですよね。次のレンジがこういう風にあって、この中でまたね、上下してうにゃうにゃ行ってくれればいいんですけども、このレンジをブレイクして、さらに高い水準のレンジで推移するっていう感じですかね。それが今現れてます。じゃあ最終的にどこまででかいレンジがあるかと言いますと、当然ですけども、ここがレジサポの一番高いところになります。まあ、ここまでね、伸びるとは思えませんけども、多分次のレンジ、まさにこのラインですね。ここで止まるんではないかなと思ってますね。110円のだから515から720の間できっと動きは止まって反転に転じるのかなっていうふうにぼんやりとデイリーで考えています。で、次4時間ですね。はい、4時間なんですけども、すごいですよね。 W をね、大きく書いてるわけですよ。 W をこう、W がゴーンとあるでしょ。 W は右辺が強いですから、こういうふうになってるわけですけども、W の中にも W があるってことを覚えてます。ここにも W があるわけですよ。で、このネックラインを越えてから、突き抜けて、このネックラインも越えて突き抜けたということでございます。で、次に考えられるのは、こことここを結んだ、このレジサポライン、なんですね。どうなるでしょうね。ここまで伸びるかどうか、伸びるような気がしますね、これはね。じゃあ一番、私たちが意識を向けないといけないのは1時間ですけども、もう言うことないですよね。昨日放送したのは、夕方放送したのはここですよ。ここでぐんぐん伸びてるから、もうね、倍で入りましょう、倍で入っちゃえと。で、ダブルトップのレジサポがここにあります。だから、ここを超えれば、さらに伸びるかなっていうところで、超えて伸びていったわけですよ。こういうね。で、目下、利益を追撃中なんですよね。全体的な移動平均線の流れからすると、こういうふうに、高値切り上げて、安値切り上げて、っていうことですね。ネックラインを超えて。これなかなかいい利益ですね。110円の244、すごい。で、入ったのがね、100円の625ですからね。だから60ピップスほどぶち抜いてるわけですよ。で、しかもこれ追撃しますからね。60ピップスの上に40ピップスを追撃、20ピップスを追撃みたいなね、ポジションを複数倍で取っていって、どん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 利益を上げてるところでございます。はい、というところでね、相場解説しっかりやらせてもらいましたけども、今回一つの実を結んだ、まさにね、秋の収穫祭みたいになったと思います。まだ継続中ですんで、まあ慎重にね、ロスカットラインを引きながらここは入ってください。もうね、先行者利益ではないですから、ここからは、初心者の方はここから入ってくださいっていうフェーズになってきますんで、そんなに大きな利益は望めません。ね。上級者の方は、根っこから入ってくださいの、根っこから入るところを私はずっとお見せしましたけども、あそこから入れてる方はなかなかいないと思うんで、大抵の方は中級者ゾーンから入ったんじゃないですかね。まあ、それでも30ピップス前後は取れてるんじゃないですか。まあ、これで良しとして、次に繋げていきましょう。まあ、大きく利益を取りました。まだ継続中です。それでは。こんにちは。9月24日の、今日はね、22時36分の相場解説になりますけども、まあ、解説というよりも、ブレイクしてですね、ずーっとバイの方で爆撃継続中という動画を
前回出しましたけども、あれがまだ続いてるって話ですよね。画面を切り替えて、今日の18時の画面から見てみましょう。24日の18時です。こちらです。はい、現在の時間が22時37分なんですけども、今からね、数時間前、18時のこれが4時間足です。ご覧いただいているように、こちらのネックラインを超えて、さらに大きく上の方に伸びてますよね。で、こちらの方を2点重ねると、今ね、レジサポラインに引っかかって、で、上下の陰線が上髭、下髭を出しているところに出会いますよね。だからここで一旦、利確をしてですね、もう全決済してもいいぐらいです。で、さらに新規でまだまだ上昇すると思ったら、ここで倍に入ればいいんじゃないですかね。まあ、半分決済ってやつもありますけども、十分取れたでしょ。前回お話したように、W が、右辺が強いやつがここで、もろに来てるわけですよ。ね。すごい強いですね、W。うん、で、これが18時なんですけども、その後、数時間経ってどうなったかってことをまた解説を追っていきますね。まず、1日足から見ていきます。これが、9月24日22時38分の1日足ですけども、ここ、同じように上底ってやつですね。線を引いたと思いますけど、すでにそこもね、ちょっと超えかけてるんですよ。まあですんで、もうこの辺がほどほどかと思います。下に広がっていくようで、そしてまた縮んでいくようで、下の底辺がね、決まっていったわけなんですけども、ちょっとこっからまた膨らんでいってって感じで、下はなんかね、ばらついてるんですが、ここから一気に駆け上がっていきましたよね。まあだから今もうちょっとこれ、やっぱり全決済した方がいいんじゃないかなと思いますね。ここまで終えることは終えるんですけども、まあもう相場もね、数時間で閉まりますからね。で、4時間の方見ていきましょう。4時間がもうすごいですよ。W が右辺が強い。18時の時点でもお示ししましたけども、W を書いて、ネックラインを黄色いところを1回超えて、そしてこの2回目のネックラインもやすやすと超えてですね、上下のひげを出したところを起点にもう一上げしてるわけですよ。これはすごいですね。本来ならね、この辺で一旦ほんと全決済して終わっていくところだったんですけども、私はもう入ってませんけども、改めてもう一発こっからでも入れたんじゃないかなと思います。ですんでね、上級者の方はここから入ってくださいってことで、私もここから入りました。中級者の方は、まあ、その途中でこの辺で入ればいいかなと。初心者の方は、一番リスクとリターンが少ない、こっから入れってことだったんですけども、今回、初心者の人でも、十分なピップ取れたんじゃないですか。まあ、根っこから、ほぼ根っこから入った私にとってみれば、かなりのもんですよね。1円ぐらい変わりましたからね。1円ちょっとですね。1円ちょっと、本当に。1円ちょっと変わったんですよ、今回は。はい、じゃあ1時間見ていきましょうか。で、追撃で別のポジションも入れてますからね。まず、ここで、逆ヘッド&ショルダーみたいなのが1個かけて、大きく伸びたきっかけがあって、で、ダブルトップみたいなのがここにあるっていう風なネックラインでしたよね。ここも超えて、さらに大きく伸びたということですね。まあ、なんか、今回ぐらい綺麗に取れた相場もなかなかないですよね。ということなんで、私の相場解説、この1週間見た方は全部利確できたと思います。まあ、たまにこういう気持ちがいいのがね、決まると、本当に私も良かったと思いますよ。お疲れ様でした。じゃあ来週もっと儲けましょう。それでは、感動のフィナーレでございました。いってらっしゃい。